まあ、その早打ちですね。よかったこれ使って、はい、で、2人ターゲットだけやフルオートでトップバットで壊れるんで一発ですけど、ね、はい、どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。さあ今回はですね、こちらの銃、じゃじゃん。はい、こちらですね、少し前に紹介いたしましたマルシンの X カートリッジのガスガン、スタームルガースーパーレッドホーク 9.5 インチです。こちらの銃の開封紹介動画、まだご覧になってないという方はそちらを先にご覧ください。さあ、そんなですねスーパーレッドホークなんですけども、今回はこの銃の紹介ではなくて、この銃に使用するカートリッジの紹介でございます。はい、こちらです。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃーん。はい、袋から出すとこんな感じですね。はい、このカートリッジはフリーダムアート製の3段カートリッジというものになります。というわけで今回はこの3段カートリッジの紹介でございます。さあ今回はね、こちら3段カートの紹介なんですけども、3段カートとは何かと言いますとですね、その名の通り3段、弾が散らばるカートなんですよ。まあ、まずですね、このマルシンのこのガスガンのカートリッジ、これはマルシン純正のカートですね。はい、この純正カートリッジはですね、こうやってカートリッジに一発こうやって込めることができます。これ以上は入りません。はい、しかしですね、今回紹介するこの3段カートリッジはですね、一発、二発、三発、四発、五発、六発。はい、こんな感じでですね、合計6発一つのカートリッジに込めることができます。まあ、そしてこのカートリッジを装填してこうやってバーンと撃つと、一度の発射で6発 BB 弾がブワーッと飛ぶわけなんです。どうですか？なんかすごい感じがしませんか？というのが3段カートリッジの簡単な説明です。まあ、実はですね、少し前にコップ357のこの同じ3段カートリッジを紹介しておりますので、まあ、そちらもですね、ご覧いただければなと思います。それでは、この3段カートリッジ。もうこれはですね、口でああだこうだ説明してもやっぱり伝わらないんですよ。ね。6発バッと飛びますっていくら説明してもやっぱりなんかあんまり凄さが伝わらないと思いますので、実際に見ていただきたいと思います。実際に撃つとこんな感じになります。それでは、ご覧ください。はい、というわけで今ご覧いただきましたけども、動画の中で使用した BB 弾はですね、おそらく
市販されている BB 弾の中で一番軽いと思われる 0.12g を使用しました。それだけ軽い弾を使用したんですけども、やはりですね、これだけこの 9.5 インチという非常に長いバレルを積んでますので、やはりこうちょっと弾がキュッとまとまる感じがありましたね。で、ホップアップをですね、若干かけてあげるとマシになって広がる感じがありましたけども、まあそれでも割とまとまってるかなっていう印象がありました。でですよ、三段カートが効果を発揮するのはこちらですね。これを使うとですね、結構弾が広がります。で、弾の弾道はですね、動画で見るとこうバッっていう感じでしたけども、実際肉眼で見るとですね、スーッと伸びていく感じでしたね。まあですのでね、10メートルとかでも全然射程範囲ですので、サバイバルゲームとかでも使えるのではないかなと思います。はい、とまあそんな感じでございます。はい、というわけで今回はですね、こちらフリーダムアートの44マグナム用3段カートの紹介でございました。こちらのカートリッジのお値段なんですけども、税抜き価格で4800円となっております。でですね、こちらの商品44マグナム用となっておりますので、今回はこのレッドホークで使用しましたけども、レッドホーク以外にも、スーパーブラックホークですとか、あとは、コルトアナコンダ、ね、それらの銃に使用することができます。で、この3段カートね、結構人気みたいですので、この動画を見て、ちょっと気になるなって思ってくださった方は、早めに探すことをお勧めいたします。はい、それでちょっと最後になってしまいましたけども、こちらのこの3段カートの注意点なんですけども、この3段カートの主な目的はですね、飛距離を伸ばすですとか、銃の性能アップさせるとか、そういったことではなくて、弾を散らばせることに重点を置いたカートになります。で、当然ながら、これはですね、BB 弾を一つのカートに直列に6発込めることになりますので、銃に付属している純正カートリッジに1発込めて撃った時よりも、飛距離は当然ながら落ちます。まあ、今回の動画をですね、ご覧いただければお分かりいただけたかと思いますけども、このカートはですね、近距離、8メートルから10メートルぐらいでしょうかね。そのぐらいで効果を発揮するものになります。ですので、まあ、しつこいようですけどもね、このカートは遠くに飛ばすのを目的としてなくて、近距離散らばせるためのものですので、お間違いのないようにお願いいたします。まあ、本当ですね、今回のこの3段カートと、そしてこの取り回しのいい、ショートバレルの銃。この2つがあればですね、インドアのサバイバルゲームフィールドでかなりの効果を発揮すると思います。ですので、インドアのフィールドで遊ぶ機会が多いという方は、ちょっとこちらチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは、じゃあな。